僕も政治家なりたくないですもん、うん、なるほど、知ってたじゃん。あの時は半年でなれると思ったから。多分政治家の中で一番お金持ってたし一番知名度あったわけでしょ。なるほど。だからあえて亀井静香のところで出たんです。で勝って自民党入りします。小泉チルドレンがブワーってできてきたわけでしょ。あの時多分200人ぐらい小泉チルドレンで受かってるじゃないですか。やつら何も持ってないわけですよ。そこに僕が自民党の総裁選に出るって言うとするじゃないですか。あの時に僕が VS 安倍さんで戦うわけでしょ、うん、そしたら僕何もない1年生議員に僕はもう全部支援すると言ったら、200人はもう当選1回目なのに大臣になれるかもしれないじゃないですか。それは来ますよね、うん、そしたらまあ僕は勝つじゃないですか。党員選挙でも勝ちますよ。やっぱとてつもない楽観主義だよね。やっぱ商売でその成功するやつってこのくらいの楽観性を持ってないと。でもあれはあんちゃん勝てると思ったんですよ。